我が国防衛の現状と課題及びその取り組みを紹介する令和元年版防衛白書が公表されました。現在我が国を取り巻く安全保障環境は極めて速いスピードで変化しています。国家間のパワーバランスの変化、グレーゾーンの事態の長期化、そして宇宙、サイバー、電磁波といった新たな領域の利用が急速に拡大、国家の安全保障の在り方が根本から変わろうとしています。また我が国の周辺には質・量ともに優れた軍事力を有する国家が集中し、軍事力のさらなる強化や軍事活動の活発化の傾向が顕著となっております。このような考えのもと、我が国の未来の礎となる防衛のあるべき姿についての指針を示す新たな防衛計画の大綱が昨年12月に策定されました。今年の防衛白書はこの新防衛大綱を関東特集で大きく取り上げるなど、その全体像を分かりやすく解説しております。防衛白書をご覧になり、新しい防衛大綱をご理解ください。また令和初となる今年の防衛白書では平成の防衛省自衛隊を振り返る特集を掲載しております。今年も AR 動画を数多く用意しており、専用のアプリケーションを起動してスマートフォンを写真にかざすと関連した動画が再生されます。当時の貴重な映像とともにご覧ください。防衛白書は本日から防衛省ホームページで閲覧可能です。また英語版もご用意しております。防衛白書をご覧いただき、防衛省自衛隊へのご理解を深めていただけると幸いです。